飛ぶハグとか久しく見てません。普通飛ぶんだけどね。あ、で、小屋に罠かくときはね、あ、で、ハグやる上で、飛ぶハグの前提ね。あ、すっごい大事なこと言うと、こんな感じよ。1日10個ぐらい食べれば腐らない。うん、やっぱ醤油ベースな感じが。ピックが大昔 4.6 足 28m だった。ああ、なんか出た当初そんなんだったかな。昔は信用範囲って結構幅広かったよな。フレディの信用も16だったし。おい、何遊んでんだ。おい、何遊んでんだてめえ。雪遊びに夢中か。罠踏んでますよ。飛ぶハグとか久しく見てません。普通飛ぶんだけどね。殺傷率1位です、2023年の。こんなに強いのに、なんでみんな使わないんだ。ゾウニ好きな人多い。ゾウニはね、もう老若男女が好きでしょ。老若にゃんにょが。あ、で、ハグやる上で、飛ぶハグの前提ね。あ、すっごい大事なこと言うと、排水放置するときに、今俺罠書いたと思うんだけど、排水取ったとこの真上に罠書いとくといいです。あれやると、起こしに来たときに、結構の確率で踏んでくれるんですよ。踏まないようにするためには、這いずりの人は動かなきゃいけないから、その分、這いずり回復遅れるし。あと、罠を抱えすぎることがない。これやっとくと。ほら、こうやって起こした後の事故が、こうやって狙えるし、罠も補充できると。これ真似するだけで全然違います。基本的に試合中はずっとボタンを連打しておく。飛ぶボタンを連打しておく。飛びたくない時以外は連打しておく。飛びたくない時っていうのは落としきりたい。フックに釣ってる人を落としきりたい時とかね。多分エロで起こしに来るか、フック救助に来るはずなんで、急いでフック救助来れば罠踏むはず。
来ないかな、さすがに急いでは。で、置くとこはこういう交差点ね。10秒待ちます。あの罠で狙いたい。あ、踏まなかったか。あ、で、小屋に罠かくときはね、ここですね、窓と板の間、どっちにも対応できるから。あと、この飛ぶハグだと、枷がついてない限りは、あのカメラが罠の方に持っていかれるんですよね。なんで、あの小屋の窓と板の間に帰ってあげると、あの板行こうとした時とか、まだ窓飛ぼうとした時に、カメラ持ってかれて、板とか窓に行くのが遅れるんだよね。だからあの位置はもうめちゃくちゃ強い。枷だったら普通に窓とか板の前に置いてもいいけど、枷ついてない普通のトムハグだったら、あの中間がおすすめ。ハグの罠がライトなしでも消せるようになった理由を30文字以内で説明しなさい。ライトで消せなくなったからだよ。消す方法がないからだよ。え、待って、ボットってストライク吐くの？ねえ。あ、ストライクなかった。ベルボ DVD 解説。